パノラマカメラ。パノラマカメラは、極端に広い横幅、画角を一コマに撮影する、パノラマ写真を撮影するためのカメラである。パノラマカメラには、大きく分けて二つの方式がある。一つは、レンズの方向を固定して一度に撮影する方式で、撮影できる範囲は、最大でも前転の半分程度である。つまり大きな視覚が生じるという欠点がある。もう一つは、 レンズの方向を変えながら、連続的もしくは複数回に分けて撮影する。公式で、前転、もしくはそれに近い範囲を撮影できるが、撮影に時間がかかるため動く物体が変形したり、繋がらないという問題が生じる。もっとも、歴史のある、パノラマカメラ。円弧状のフィルム室にフィルムをセットし、縦方向のスリットを持つシャッターと、そのスリットに同期して、 円弧状に動くレンズで構成されるカメラ。つまり、一種のフォーカルプレーンシャッターである。この回転は、一般的なフォーカルプレーンシャッターと同じくゼンマイバネ、もしくは電動で行われる。その構造上実際のシャッターの動きはそれほど速くないが、通常のフォーカルプレーンシャッターと同じくスリット幅を変えることができるため、疑似的にシャッタースピードを速くできる。 その画角と構造上フラッシュ撮影は困難。1843年にオーストリアのヨゼフ・プッチバーガーという人物が画角150度のパノラマカメラの特許を取っている。最初の製品とされるのは1845年発売のメガスコープである。スイングレンズ方式で曲面ガラスをダゲレオタイプで使用する。考案者はフランス在住だったドイツ人。 フレデリック・マルタンで1844年には案ができていたという。後に、オイノル・ドウィヒシラーが写真出版用に改良した。元来は気象観測や軍事用途に使われたようだ。主な製品はパノンカメラ昇降のワイドラックス、SA ズ・ベーレフ記念クラスのゴールスク工場のホライゾン、ワイドパン、ノブレックスなど。構造は 下記のカメラ回転方式のカメラをレンズ部分だけが回転するように簡略化したもので、画角は最大でも150度程度である。1857年10月6日にイギリスの M 我ら、M ガーラが360度の画角を持つパノラマカメラの特許を取っているが、これは公案だけで実用化には至らなかった。1862年9月5日に、 ジョン・ R ・ジョンソンとジョン・ A ・ハリソンが特許を取得した。これに基づいて、後に、パンタスコーピックカメラが発売された。1904年に、アメリカのウィリアム・ J ・ジョンストンが、アメリカ特許を取得、すぐにロチェスター・パノラミックカメラ、ロチェスター・パノラミックカメラが、サーカット・セルケットカメラを開発し、業務用、パノラマカメラの定番となった。 1905年にはロチェスターパノラミックカメラはセンチュリーカメラに合併されセンチュリーカメラは1907年にコダックに合わされ1905年からはホルマーシューイング部門での生産となった現在でもコダックはサーカットカメラ専用のフィルムを生産していて現役のカメラとして使われている同様の機構を持ちより小型で個人向けのカメラとしては スイスサイツ社のラウンドシャットがある。これは135フィルムや120フィルムを使っている。構造は普通のカメラが水平に360度回転するものと言えるが、フィルムの前に縦のスリットがあり、レンズの焦点距離と回転角度に応じてフィルムが巻き取られるという点が特殊である。フィルム面が円筒状になるため画像が歪むがそのまま見られる。画質は 5インチ幅のフィルムを使った場合、横幅が30インチにもなり、非常に良い。画角は、円周魚眼レンズを使った場合、天頂まで撮れるが、下方向に三脚が映り込むのは避けられない。また、フィルムの前にスリットがあることから、暗い環境では、非常に長い撮影時間を要する。従って、動く物体が変形したり、ブレたり、消えるという問題がある。 これの変形として、カメラを中心からずらし、レンズを中心に向け、中心点には被写体として、景色の代わりに小さなものを置く方法がある。例えば人間の顔を被写体とすれば、写真は顔の皮を向いて広げたようになる。つまり360度すべてを同時に見ることができる。ただし、被写体には凹凸があるので、焦点を合わせるのが困難になる。 上記のカメラ回転方式のパノラマカメラのフィルムを CCD 等の撮像素子に置き換えたものでアメリカパノスキャン社のパノスキャン等がある。機械的な構造は平面的な撮像素子を内蔵した通常のデジタルカメラより直線的な撮像素子を内蔵したスキャナに近い。その他の特徴はフィルム式のカメラ回転方式に準ずる。画質は良いが 暗い環境で撮影できないのが難点である。単に一コマのフレームが横に広いだけで、構造上は普通のカメラであり、撮れる写真も直線が直線として映る、普通の写真である。歴史的には、1860年に発売された、サットンパノラミックカメラが最初である。120フィルムを採用するカメラとしては、富士フィルムの富士カパノラマ G617。 プロフェッショナル、富士パノラマ GX617 プロフェッショナル、富山製作所のアートパノラマ240とアートパノラマ10である。富士パノラマ GX617 プロフェッショナルはレンズ交換が可能である。マミア 6MF、マミア7も別売りパノラマアダプターキット併用により、パノラマに対応しているが、120フィルムではなく135フィルムを使う。 1990年代の多くのコンパクトカメラにフレームの上下をトリミングすることで横幅の広いフレームを実現する機能が搭載されていた。当初標準的なフレームサイズはなかったが日本写真機構業界のパノラマ委員会が標準寸法 13.336.4mm を策定した。通常のレンズの先端に特殊なミラーもしくは特殊なレンズ もしくは特殊なミラーとレンズを組み合わせた部品を取り付けたカメラで水平方向に360度、垂直方向に100度程度の画角が得られる。ミラー方式は X ソリューション車や階段車の360、1VR 等がある。ワンショットで360度の視界を得られるため簡単に全方位の撮影ができる。構造は普通のカメラの先端に 特殊なアダプターを付けたものである。撮れる写真は円形になり、人間が見るためにはソフトウェアを使って平坦な画像に変換する必要がある。また、一枚の写真データを大きく引き伸ばすため画質は低下する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。